ですね、皆さんご来場いただきましてありがとうございます。ケロピー前田です。よろしくお願いします。今日は後で、タトゥーの実演もありますので、もしでしたら、もうちょっと前の席の方に来ていただいた方が、いいかと思いますので、たぶんレギュラーの講師の方とか、最前に入ってもらっちゃった方がいいですね。はい。よかったら、皆さん、もうちょっと、前の席の方に、来ていただいていた方が、いいかと思いますので、ご協力、たぶん後からちょっと、いらっしゃる方もいると思いますので、皆さんちょっと前の方に、詰めていただけると、いいかと思います。よろしくお願いします。今前の方来ておいていただいた方が、ですね、後でこちらで実演のパフォーマンス等をやりますので、早く来ている方は前の方に来ていただいている方が、いいと思いますので、すいませんが、皆さん、ぜひ前の方に移動してください。そうですね。一応見えやすいように今回ですね、ご円形にしましたので、ちょっとこのイベントの説明なんかをちょっとしておきたいと思います。このオキパイスクールはですね、ここ学園書房、ここの出版社で、ブブカっていう雑誌、今やですね、アイドル雑誌になってるんですけども、この雑誌20年ぐらい続いてまして、この雑誌の立ち上げの時には僕は学園書房の、社員として編集者やってたんですけども、その辺もありまして、ブブカでずっと連載をしてるわけなんですけども、現在も連載やっております、世界近未来通信という、連載が、ありまして、前後では今日後で、出演していただく、大島直樹先生のですね、記事もやらせて、いただいたわけなんですけれども、でですね、この、オキュパイスクールっていうのは、こちらの、ブブカ、このブブカの雑誌で、ブブが連載しているこの世界近未来通信が、10周年になったっていうことで、10周年記念として、2014年の12月から、このですね、米東市の地下ホール、ここ結構贅沢なホールなんですけど、あんまりですね、有効に使ってなかったので、オキュパイっていうのは乗っ取るって意味なんですけども、ちょっとこちらをですね、オキュパイさせていただいて、こういう学校を、初めて、やってると。あとですね、一応いつものレギュラーの講師、石丸玄翔、ジャポニカ、花坂太一、あと、堀市の大島拓、はい、順次、登場します。でですね、ちょっとそれで今回、特に、オキュパイスクールは、縄文スペシャルということで、今回ですね、北海道から、考古学者で、北海道考古学会会長で、いらっしゃいます、大島直樹先生に、来ていただいてます。で、直樹先生はですね、従来の縄文のイメージをひっくり返す、縄文文化のですね、研究、縄文研究の、ある種革命者としてですね、すでに話題の著書、月と蛇と縄文人で、あと今日後ろで、販売、していただいておりますが、縄文人の世界観、などですね、大きな話題となっております。先生にはですね、ちょうど、60分の講義と、30分の討論会を用意しております。でさらにですね、今回タトゥーアーティストの大島拓、彼とは、2年前からですね、縄文タトゥーの復興プロジェクト、縄文族、縄文トライブを推進しております。これはですね、去年の、秋ですね、9月、阿佐ヶ谷のタブギャラリーさんで、手中をやらせていただいたんですが、おかげさまでそちらですね、海外からもわざわざ見に来て、いただく方もいらっしゃいまして、大きな反響を呼びまして、その時にですね、ドイツから来場していただきました、ベルナー・ロルケさん、彼はフランクフルトの美大の先生で、ギャラリーにやっている方なんですが、これは素晴らしい、ぜひドイツでやりましょう、ということでですね、おかげさまで今年の6月、フランクフルトで、大島拓と、縄文族縄文トライブの、展覧会を、やることになりました。そちらは、ちょっとフライヤーにも情報を書いてあるんですが、今年の6月の3日から18日まで、縄文トライブドイツフランクフルトで、6月といえばですね、今日、アート関係の方も結構いらっしゃると思うんですが、5年に一度のですね、国際芸術祭ドクメンタが行われます。
で、今回ですね、まあ、その時期にドイツ行きますので、そのオープニングにあたる6月10日を挟む形で6月8日から12日までカッセルでサテライト縄文ドライブということで、サテライト展示も、今準備しております。なので、まあ、今年ですね、まあ、この6月にですねヨーロッパに行けば5年に一度のロクメンタ、2年に一度のベネチア・ビエンナーレという、まあ、世界の2大国際芸術祭が同時に見れるばかりではなく、僕らの活躍もですね、まあ、ぜひ応援していただきたいということで、まあ、あの今日はですね、後で出てくれる、まあ、あのレギュラー講師のジャパニカさんたちも皆さん、カッセルに一緒に行くと言っておりますので、まあ、そちらもですね、楽しみにしております。まあ、あのこのオキパイスクールもですね、6月は、ドイツの方でオキパイスクールインカッセルもちょっとやりたいと思っておりますので、はい、そしてですね、まあ、もうちょっと、今日の講義の、まあ、アウトラインですね、まあ、縄文といっても、まあ、皆さんですね、まあ、結構その漠然としたイメージ、まあ、結構お詳しい方も今日いらっしゃるとは思うんですけども、まあ、あのいろんな方がいらっしゃいますので、まあ、ちょっと僕なりに前置き的な縄文の、まあ、アウトラインを、示しておこうかなと思います。まあ、縄文時代、これはですね、明治の初期1877年アメリカの生物学者で貝類の研究で知られるエドワード・モースという人が日本に来てました。彼が東京の大森の貝、あ、大森で貝殻がたくさん捨てられているのを発見しまして、まあ、それはまあ貝塚なんですが、でそれをですねモースはまあ貝の、詳しい、まあ専門の動物学者だったので、その貝の種類からそれは非常に古いものであることがすぐ分かりまして、でそれのですね発掘許可をもらって発掘しましたところ、その貝塚から貝と一緒に縄目の文様が施された土器の破片が大量に発見されました。それを縄文土器コードマークドポータリーと名付けました。でこのことからですね縄目の文様を特徴とする土器を用いてした時代を、縄文時代と、まあ、呼ばれるようになりました。だからまあそんなに古い話じゃないですね、1877年で、まあ、あとですね、まあ、戦後になるその縄文ブーム、まあ、あの岡本太郎さんも結構有名なんですが、まあ、結構、まあ、今でもそうなんですが縄文文化を、まあ、弥生時代と比較してですね、まあ、縄文か弥生か、まあ、ちょっとそんなの歌もありましたけれども、まあ、それをちょっと二元論的に語ってしまう傾向の強いかもしれないんですけど、まあ、今となってみるとですね、まあ、確かにあの縄文と弥生を比較して、まあ、縄文の自由奔放さや開放感をまあ際立たせる、まあ、これは岡本太郎さん の、まあ、あの説明なんですが、まあ、縄文時代というのは、まあ、約1万3000年続いたと言われています。でそれに比べると弥生時代というのは、まあ、たかだか600年で、なので、まああのまあ、ここではですね特に、まあ、今日まあ、あの後でいろいろあの皆さんの講義があるんですけど、まあ、とにかく、縄文文化を単なる弥生との比較ではなく、世界四大文明エジプト、メソポタミア、中国、インダス文明等に、まあ、比類するものとしてですね、まあ、あの捉えていただきたいと。でもう一つ、まあ、あと縄文時代のイメージで、まあ、なんかやっぱ原始時代、まあ、ちょっと僕ら世代だと初め人間ギャートルとかそういうなんかまあ裸にあの毛皮を巻いてですね槍を持ってあのまあウホウホとまあ動物を追いかけているようなね、傾向イメージをまだ持っているかもしれないんですけども、まあでも実際ですね、まあ、今回あの、まあ北海道の、縄文遺跡等も保護してるんですけども、まあ、多数の出土物がありまして、まあ、その中には例えば洋服を縫う縫い針、まあ、もしかしたらこれはタトゥーにも使えるものかもしれませんがね、とかあらゆる装飾品が、まあ、たくさんすごいたくさん出てきてる。だからあのどっちかというと非常に派手に着飾っていた可能性もありますし、まあ、なので、縄文イコール、まあ、原始時代みたいなですね、まあ、固定観念からは、ちょっとこの機会に、ちょっと脱出してほしいと。はい、そこでですね、まあまあ、後ほど登場していただきます、大島直樹先生、まあ、あの私がですね、まあ、ちょっと直樹先生に、まあ、あの非常に注目しましたのは、まあ、当然の著書の方が最初に読ませていただいたんですが、特にまず、北海道北東北縄文遺跡を、
まあ、世界遺産にしようという動き、まあ、これは2009年に、まあ、それがですね、暫定リストにノミネートされたわけなんですよね。まあ、これはだから日本の国家事業として行われているものなんですが、その後いまだ世界遺産に登録を獲得できてないという問題があります。まあ、なぜなのか。で、そこで、まあ、これはまあ、ちょっと新聞の記事になってたのを僕読んだわけですけど、まあ、直樹先生がですね、日本の考古学者は世界に対して、なぜ縄文時代が素晴らしいのか説明できていないから、だから世界遺産に登録されないということで、で、じゃあ、縄文時代というのはどういう時代、縄文人というのはどういう人たちなのか、まあ、それをですね、直樹先生がですね、まあ、シンボリズムとレトリックという方法で、まあ、縄文人の世界観をですね、まあ、読み解く、まあ、そのことで、まあ、縄文時代がなぜ素晴らしいのか、まあ、これは世界の人にもちゃんと分かるようにですね、まあ、説明するという意味で、はい、後ほど、先生にですね、ご講義をいただきたいと。で、もう一人、まあ、ちょっとさっき一回先生紹介してますが、タトゥーアーティストの大島拓ですね。彼は、まあ、これもちょっとタトゥーの話になるんですけども、まあ、部族的なタトゥーに起源を持つ、まあ、トライバルタトゥー、まあ、僕もですね、この左腕にしてる、まあ、こういう感じのやつなんですけど、ですね、まあ、こういうもの、また最近ではね、もっと広く、ブラックワークといって、まあ、黒い渋で身体をデザインする、まあ、タトゥースタイルの、まあ、総称となっているんですが、まあ、そのスペシャリストとしてですね、もう20年のキャリアを持っているわけなんですが、まあ、で国際的にも活躍しています。まあ、そんな彼と、まあ、日本におけるですね、まあ、タトゥーの起源を、まあ、考えたときに、まあ、縄文タトゥーというものにですね、まあ、たどり着いたというわけですね。まあ、私自身もですね、90年代、まあ、後半からですが、ジャーナリストとして世界のタトゥーや身体改造シーンを取材してきまして、まあ、タトゥーの登場は人類史上で最も古い、まあ、その芸術として、あるいはもしかしたらですね、タトゥーや身体改造を発見したことによって人類は動物からですね、ある種分岐したのかもしれないとさえ思うんですけれども、まあとにかく、まあ、そういう、話はですね、まあ、タトゥー業界、身体改造業界では、まあ、世界ではよく話題に上る話でして、もし縄文時代にタトゥーを彫る技術があったなら、まあ、縄文時の、まあ、あるいは土偶のですね、まあ、この豊かな文様が、まあ、身体に、まあ、彫られていたことであろうと、まあ、そういうふうに、まあ、考えたわけですね。まあ、それはもしかすると、まあ、人類はアフリカで、まあ、誕生した、まあ、これは今 DNA のまあ、いろいろですね、調査によって、まあ、もう完全に判明しているんですが、まあ、それが世界に、まあ、拡散した、まあ、これがですね、まあ、グレートジャーニーと呼ばれる、まあ、旅を通して、まあ、人類が世界に拡散していくわけですが、その時すでにタトゥー技術を持っていたのではないかと、まあ、それをですね、まあ、この縄文タトゥーのプロジェクトが追いかけているわけで、ありますね。まあ、これはですね、まあ、一方で、例えばですね、タトゥーの歴史的な研究を通じても、文字を持たない部族、の人たちは、まあ、でも、文様の、文化ですとか、タトゥーの文化あるわけですが、まあ、その人たちも含めたですね、全人類のカルチャーの伝播と、まあ、その生存をかけた、まあ、旅ですね、さっきのグレートジャーニーのような、まあ、その全貌がですね、まあ、タトゥーの研究を通して明らかになるんじゃないかと。まあ、そういう見方も、特に海外だと、まあ、特に人類学の方ですが、タトゥーを通して、まあ、研究をするというのが非常に盛んになっているわけですけども、まあ、例えば日本だと、人類学者のですね、川村洋介さんがですね、縄文時代の草舟を再現しまして、まあ、台湾から沖縄へ、まあ、航海を試みることで、日本人は、海洋民族だったんじゃないかということを、まあ、立証しようとしている、まあ、これ結構大きなメディア、NHK とか新聞とかでも出ていることなんですけれども、はい、それに対してですね、まあ、僕たちがやっているこの縄文タトゥーを、現代人の身体に、まあ、ソフィスティケートされた形で再現しようということはですね、まあ、人類の最も伝承的なカルチャーの形を具体的に、まあ、示して、まあ、みんなに理解してもらおうという意味で、まあ、ちょっと似ているのではないかと思っているわけです。まあ、それはですね、まあ、推しの方が後ほど講義とまた実演のパフォーマンスも含めて見せてくれるわけですが、まあ、ちょっと長々とお話しましたが、まあ、今インターネットの時代、あるいは人工知能はですね、人類を起こすシンギュラリティの時代と言われています。まあ、その時代に、まあ、縄文人の世界観に触れることは、
人類とは何か、人間とは何かという根本問題に立ち返る、まあ、非常に有効な、まあ、方法じゃないかと。で、まあ、今日この、まあ、オキュパイ体験を通じてですね、まあ、僕らの中に、まあ、眠るその常温の DNA、まあ、それがですね、まあ、この過酷なですね、21世紀を生き抜くためのですね、まあ、アイデアと実践を、まあ、獲得するきっかけ、またさらにですね、まあ、内から込み上げるエネルギーを、まあ、そこから獲得してほしいと、まあ、いうことで、では、じゃあ、そろそろ具体的な、まあ、講義に入ろうと思うんですが、このままちょっと引き継ぎますのは、花澤大志君。彼は、アートコメンテーターとして、まあ、ちょっと上がってきてください。で、まあ、今日はですね、美術家の荒川周作さんの作品を通じて、ちょっとアートの文脈から、ちょっとこの今日のオキュパイ常温スペシャルの、まあ、ちょっとイントロダクションを手伝ってもらおうと思います。マイク譲ります。花房と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、なんか今日はありますかね、もうオキュパイスクール僕5回目か6回目ぐらいでレギュラーの講師とさせていただいてるんですけど、なんか来たことある方何人ぐらいいらっしゃるのかな。オキュパイ経験あり、やっぱりこういう感じなんですね。了解です。では僕はアートコメンテーターと名乗ることもあるんですけど、ちょっとふざけた名前なんですけど、美術批評とかキュレーションというような企画の仕事をしていて、ここでは、一応美術担当みたいな感じでですね、荒川周作さん、などなどの作家を中心に話をさせていただいております。で、まあ、早速は、まあ、名前にどんどん入った方がいいと思うんですけど、まあ、一応こういうのウェブサイト花草 .com っていう、サイトがあるので、こちらの方にテキストやなどなども上げておりますので見ていただければと思います。次お願いします。はい、で今日はですね、荒川周作というですね、戦後日本のアーティストで、まあ、ちょっと前に亡くなったんですけれども、その作家が、荒川周作は縄文人だったと、こういうタイトルでお話をしてみようと思います。次お願いいたします。はい。で、今日ですね、スペシャルゲストで来ていただいてます、大島先生の、後ろにですね、置いてある本、縄文人の世界観、からですね、少し引用してみたいと思うするところから入りたいと思うんですけれども、このように書いてありました。縄文人にとって存在の証は死なないことだったのですと。はい。で、僕のオキュパイでのお話をですね、聞いていただいたことがある方はですね、すぐに思い出すと思います。まさに荒川周作が言って同じようなことを言ってるんですね。はい、次お願いします。荒川周作本書いてます。左側見てください。この本のタイトル、死ぬのは法律違反です。こういう本書いてます。まあ、荒川さん死んだんですけどね、亡くなってるんですけども、はい。で、この死なない身体、死なない体ですね、を作るために、どういう方法を荒川周作が取ったかというとですね、建築に行ったんです。しかし建築物を作るんではないんです。建築する身体を作ったんです。さあ、どういうものでしょうか。次お願いします。はい。三鷹天明飯店住宅という住宅があります。で、まあ、これ似たような住宅いくつか世界にも作ってるんですけども、三鷹市にありますので、たまにオープンスタジオ、オープンハウスみたいなしてるし、短期の滞在もできるようになってますので、一部屋は、よろしければぜひ行ってみてください。はい。これ見るとですね、なんて言うでしょうね、見たことないですね、とりあえずこの家、うん、どうやって建ってるのかよくわからない。すごい建てるの大変だったらしいですけどね、こういう家が、これ自体が建築する身体の形であると、そういうことになります。じゃあ中を見てみましょう。はい、このようになってますね。はい。で、右側にこう丸い部屋、本当に球体の部屋ですね。外から見たような球体の本当に丸い部屋があったりですね、まあ、四角い部屋もあります。トイレはスケスケです透明なんですね、とかですね、いう形になって、まあ、じゃあもう一つ次見てみましょうか。はい、こういう形ですね。黄色い部屋、丸い部屋ですね。で、床を見ていただければ分かるんですけど、ものすごく結構こう斜面になっていてですね、ただこうつるっとしたところではないですね、ボコボコしてるんですね。だからボコボコしたところにこう足を引っ掛けたりしながら、歩いていくというような家になっております。次お願いします。はい。でこれは、人が住んでいる、実際の様子ですね。先ほどのは住んでいない部屋の様子ですけども、こちら住んでいる様子、まあ、収納っていうスペースが設けてないので、いろいろ吊るしたりしてるんですけれども、
これだから別の部屋なんですが、荒川修作、僕ですね、ずっと気になってることがあったんです。ていうかね、その前に、まず、これ見ていただいたら分かると思うんですけれども、入ったらですね、真ん中に、台所があって、で、周りをぐるっといろんな部屋が囲んでるんですね。この構造ってすっごい、まず直感的に、縦穴式住居と呼ばれている跡ですね、住居跡、縄文時代の住居の跡に、構造とても似ています。で、僕はですね、昔からちょっとずっと気になってたんですけども、必ず荒川修作の建物を建築する神体、この神体、神体なんですけどね、にはですね、もう真ん中には台所があるんですね。で、普通家ってなんか換気とかしなきゃいけないんで、台所って真ん中に置くと大変なんですね。でも必ず台所を真ん中に置くんです。僕これずっと気になってたんですが、大島先生の本を読みつつですね、ある人のことを思い出しました。中澤新一のことを僕は思い出したんですね。はい、でちょっと次行ってみましょう。中澤新一さんという、宗教学者の方がいらっしゃいます。で、人類最古の哲学というカイエソバージュっていうシリーズを、出しているんですけれども、この本はですね、神話研究なんですけれども、神話が人類最古の哲学であるという考え方なんですが、ちょっと離れるようですけれどもですね、この本、シンデレラの話をしたいと思うんですね。で、この本ね、シンデレラがという神話、と同じ同型の神話は世界中にあると、あって、で、その神話をの共通性を分析していくような話なんです。で、もともとシンデレラはですね、灰かぶりっていうタイトルだったんですね。シンデレラっていつも汚れてますね、最初は。あれですね、ずっとこう労働させられてるわけです、家の中で。で、灰をかぶってるんです。料理とかしてるんだけどね。さあどうでしょう、その灰。灰っていうのはやっぱり死の象徴でしょうね。何も、燃えたら我々も、日本の場合は火葬される。でも同時に台所、釜ですけどね、という場所は、火を使って食事をする、食事を作る。つまり生きるためのものを作る場でもあるんですね。そう。だから、シンデレラは生を作る、生きるために仕事をしているんだけれども、常に死の灰をかぶっている。そういう象徴だったというふうに言うことができると思います。はい。で、あの象徴的なですね、片足だけ、落としたガラスの靴。なぜ片足だけ落としたのか。多分きっとですね、片足は生の世界に、片足は死の世界に、両者を求むような存在として、シンデレラがいたのではないかというようなことをですね、中澤さん、新一さん書かれています。はい。で、一つ戻ってもらっていいですか。はい。荒川修作の建物には、シンデレラの話では真ん中にあるという話じゃないですけどもね、普通にかまどがあるんだ。荒川修作の建物の中心には必ず台所があります。そして、大島先生書かれてますけれども、この大島先生が非常に重要なシンボルとして使われている子宮っていう、言葉がありますけれども、子宮ですね、女性の子宮ですね。どうなんだろう、この台所というものはもしかしたらですね、子宮のようなものかもしれない。実際ですね、この家、部屋全体がですね、身体であると、建築する身体ですからね、この全体が身体であるというふうに捉えると、やはり真ん中にあるのはお腹なんですよね、子宮なんじゃないかと、こう思うわけです。この意味で、荒川修作と縄文は非常に同じとは言いません、時代も違うし、しかしとても似ている、少なくとも似たような想像力を持って人であったということは確かだと思うんです。よって、もしかしたら荒川修作は縄文時代からですね、ワープしてきた人だったのかもしれないなというようなことを思いましたということで、導入とさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。花澤大輝君でした。じゃあ引き続きまして、タトゥーアーティストの、大島拓、の方からですね、ちょっと、講義をしてもらおうと思います。
どうも大島拓です。よろしくお願いいたします。では最初の画像をお願いいたします。僕はまあ最近その縄文時代のタトゥーというもののリバイバルをやっていまして、でそれはもちろんあの他のアーティストさんがやってるような感じで縄文土器であるとか土偶であるとかそういうところからのイメージの源泉を探ってるんですけども、その際のあのなんだろうガイドというかガイドライン、僕はあの長らくほとんど20年ぐらいは日本以外の部族の、まあ、トライバルタトゥーをずっと専門としてきていて、その中から自分的に得てきたガイドラインというものについてちょっと説明したいと思います。そうですね、これはあのバンクーバークイーンシャーロットのハイダなんですけれども、まあ、これを見ても分かる通りあのタトゥーが服の外に出ている、まあ、服の外だけに彫られるというね、ほとんど、まあ、寒いところであれば顔だけしか出ていなければ顔に彫られると、手の甲であったりとかですね。まあ、これ日本の北海道よりも緯度が高いところなんで、まあ、その当時ねその緯度の高い人がまあこれぐらいの格好でタトゥーが見えるところに入っていたということであれば、当然そのもうちょっと緯度がね低い日本であれば、まあ、もっと露出が多かったんじゃないのかなと。だからタトゥーも全身にいてておかしくないなというところで僕は考えています。で次のお願いします。で全身に行くようなタトゥー、まあ主にその服を着る必要がないぐらいあったかいところとかに広く広がってると思うんですけども、これはあのミクロネシア島ですね、はい、まあ、すごく有名なデザインですけども、まあこんな感じだったと僕は思ってます。でまあもう一つの、まあ、トライバルタトゥーの特徴、左右対称であるということ、まあもちろん例外はあるんですけども、まあこれすごく典型的なのでこの画像を使わせていただいてるんですけど、まあ、体に対応するような形で左右対称にデザインが展開していくとという特徴があります。まあ、現代のタトゥーはもっと絵画的な文脈で捉えられていて、あまりこの左右対称に配置していくという考え自体がポピュラーではないんですけども、トライバルタトゥーに関して言えばもっとそういうで面積が広くなってきた場合はもっと感覚に近いなと思ってます。まあ、とにかくこの何だろう、今この50センチでタトゥーを見る時代とは大きく違って、まあ、5メートルであったりとか10メートルであったりとか、そういう全身の尺度見るような視点で彼らはデザインしていたんじゃないのかなと思っています。そうですね、次のまあ特徴としてはみんなが同じデザインということですね。まあその、なんだろう、島なり村なりという、そういう単位では、男は男のデザイン、女は女のデザインという、その一つのバージョンしかないというのが多いです。ケースとしては圧倒的に。で、現代のタトゥーとしては、誰それが自分のタトゥーをパクったりとか、そういうのがすごくね問題になってきて、プロの間にもねそういう基準とかがねあって、アーティスト同士でもねたまに罵り合ったりとかね、まあ、してるんですけど、そういう考えっていうのは彼らの時代にはそんなに なかったと思うんですよ。で現代の我々のそのオリジナリティをめぐる考え方とかは基本的にその個人主義、現代風のまあ個人主義に根付いていて、でそういう我々の視点から見るとこの同じデザインを村なり島なりで共有しているというのは同じデザインが入っている人たち同士は仲間なんじゃないかっていうね、その貴族意識の問題として語られたりするんですけど、その貴族意識という考え方自体がすごく何だろうな、個人主義をバックボーンとしているものだと思うんですよね。彼らは違うけど僕らは仲間みたいな、でもそういう文脈ではね
多分トライバルタブーというのは判断できないと思うんですよね。もっと誰かがいいタトゥーを入れたら自分もそれはいいと思うし、それは同じタトゥーを、まあ、誰かが入れたとしてもその入れられた人も全く気にしないというようなメンタリティーが普通だったんだと思います。もっと個人、まあ、私、僕という観念がすごい薄い、緩いというレベルが長らく地球上に存在してたんじゃないかなと考えてますね。今でもそういう考え方って、あの欧米と日本を含むアジアと比べたときになんとなくベクトル的に分かることだと思うんですけど、あの結構アジア人って誰かが発明したものとかを共有することに関してあまり罪の意識とかないじゃないですか、欧米に比べると。そういう間違いでちょっと分かりやすいかなと思いますね。あと、まあちょっと男のデザイン、女のデザインっていう話が出たんですけども、そうですね、世界的なその件数で見れば女のトライバルタトゥーの方が男のトライバルタトゥーよりもはるかに件数が多いんですよね。でも一デザイナー彫り師としてパッと思い浮かぶ、頭に思い浮かぶデザインというのは大体男のタトゥーなんですよ。でそれはなぜかというと、やっぱりデザインが印象的、大きくて派手で印象に残りやすい。で、かたや女の人のタトゥーというのは割と小さくて、まあ、なんだろう、アクセサリー的な感じのタトゥーが多くて、そうですね、そのまあミニマルなその線だけでちっちゃいものを作るという要素もあるんですけど、例えばあの北アフリカのベルベルとか沖縄の女の人たちとかサモアの女の人たちと割とすごい似たようなデザインをあの入れてたりとかして、でそういうのをの感覚、まあ、この人たちにとってみたら実際もっと視線をくぐることとかあって、そういう刺激の強さと比べた場合は、まあ、入れ墨のその刺激、だからまあその世界的にそのなんだろうな、文字文化とかと交代するような感じでタトゥー文化ってあのストップしていったりとかするんですけど、その時に女の人だけにタトゥーが残ってる部族っていうのはすごいたくさんいて、例えばまあ沖縄はそうですよね、亡くなる直前、タトゥーが亡くなる直前も女の人だけがやってたわけで、まあアイヌとかもそうですね、まあインドのあの無数の少数部族とかもまあそういうケースがすごく多いです。で、資料は、我々が現在手にしている資料が、あのまあ、こういうものがあるんですけど、我々はなんとなくこれが歴史上ずっと続いてきたんじゃないのかなと思いがちなんですけど、僕は本当はそれどん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 時代とともに変遷していったと思うんですよね。で、一アーティストとして考えてみると、同じデザインをずっと正確に伝え続けるというのは技術的にもほとんど無理だし、
ましては僕の例えば弟子みたいな世代になって地域とかもちょっと違うところでやってめったに会えなくなったりとか、それぐらいの距離に行っちゃったらデザインもどん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 もっと大胆に変わっていくものだと思うんですよ。でそれが自然だと思います。まあ、例えばあのポリネシアでいろんな島々にいろんなデザインのタトゥーがあるんですけど、それももともとは同じ人たちがじゅんぐりじゅんぐりに南太平洋を広がっていったことの結果で、そういうバリエーションがごく自然にどんどん変遷で生まれていくとというふうに僕は考えています。あとタトゥーを、まあ、入れてないというかこういうタトゥーを入れてる人を記録したその博物学者であったりとか人類学者であったりとかそういう方々の視点からだと意味、デザインの意味っていうのがすごく重要視されて記録されてきたと思うんですけど、僕はタトゥーの意味という、まあ、表層的なね、表層的なタトゥーの意味というものはそんなに重要じゃないんじゃないかなと思ってて、メンタワイ族というのが西スマトラにいるんですけど、僕そこにホームステイしてあのタトゥーを彫ってる彫り師、シャーマン、あと彫られてる村の若者とかも会ってきたんですけど、実際彼らがその意味を意識してることっていうのはほとんどなくて、はい、実際彼らが意味をそんなに意識してるってことはなくて、僕はまあ聞いても全然わかんない、ただかっこいいからとか楽しいからとかそういう感じで実際分かってないですね本人たちも。でもまあ彼が言うにはその島に訪れてくる外国人の人たち、主に欧米人、フランス人とかイタリア人なんですけど、彼らは必ずそのタトゥーの意味を聞いてくると。でもそれは本人たちは全然意識してないんですよね。でそういうなんだろう、こう記録者たちにとっては、まあ、そのタトゥーを外側から見てるので、まず意味から入って、その次に来るものとしてパッション性、まあ、デザインの美しさであったりとか、それがどういう形であるとか、そういうところに、まあ、興味がいくと思うんですけど、これ入ってるこの人たちにしてみたらそれは全く逆であって、まずその意味、表層的な意味よりもそのかっこよさ、美しさ、綺麗さみたいなところがメインとなっていて、でさらにその一番の原点というか一番重要なところに、そのタトゥー自体の楽しさという感覚があるんですよね。だからそのタトゥーの楽しさに比べたらそのデザインが何であるかとかもちょっとちっちゃいものになっていくと。例えばまあ、日本のそのタトゥーで言えば、まあ、竜が入ってる人が多いじゃないですか。でも大体竜って何も考えてなくて、まあ、選ぶ図柄の一つでもあって、その人にとってはタトゥーを入れたいっていうのがまず先にあるんですよ。で柄はまあちょっと竜かっこいいから、まあ、まあ何でもいいんだけど、まあかっこいいし竜にしようみたいなね。でその人自体はその竜がどういうその神話的な意味があるかとか、そのあまり考えてないというか、全然それはもう論外というかほとんど考えてないことなんですよね、うん、でそのタトゥーの、まあ、楽しさ、それをあえて言葉にするとしたら、僕はそれは新たに蘇る感じ、まあ、さっきも言ったあの小さな死と再生の物語というかそういうことだと思うんですけど、それは、まあ、さっきの花房さん あの話とかとも絡めると、小さな死なないということの証明だと思うんですよ。というのが僕の今回の結論です。どうもありがとうございました。
大島拓さんでした。もう一度ちょっとここでですね、10分ほど休憩をいたしまして、その後、縄文タトゥーの、パフォーマンス、縄文族パフォーマンスで引き続き、大島直樹先生の登場となりますので、ちょっとしばし、トイレはですね、出ます。